マイク、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 言うと思いました。どうしよう。はい、こんばんは。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 あれ、はじめまして。どちら様ですか。まあ、それは後からお話しするとして ね、 そうですね。じゃあ、はい、とりあえず始めますんで、はい、はい、火曜日の7時焼津 TV は桜組ひろみちのお祭り気分でアイエットンでお楽しみいただきます。アイエットン、よろしくお願いします。はい、この番組はですね、はい、焼津神社大祭荒祭りと焼津神社にスポットを当てまして、皆さんに焼津神社、大祭荒祭りの情報、焼津神社の情報を発信しながら、皆さんに焼津神社大祭荒祭り、焼津神社を、はい、覚えていただくというね。そうですね。知っていただくという番組になっておりますので。そうでございます。よろしくお願いします。お願いします。俺です。俺です。何があったんですか？あのね、今日ね、ちょっと、本業ね、専業が忙しくて、はいはいはい、帰ってくるのに手間取っちゃって、渋滞はまっちゃって。あ、そうなんですね。そうそう、いつも早めに戻って、バッチリ決めてね。ひろみち作ってくるんだけど、うん、今日ちょっと作る時間がなくて、今日サラサラ。ノーマルひろみち。サラサラ。ほんとサラサラ、さていいですか？おほほほほ、サラサラ。なんかね、あれ、パンチで外へ出ちゃったみたいな。ちょっと気恥ずかしい感じで、ちょっと恥ずかしいんですけどね。いや、大丈夫ですよ。うん、でも、まあ、こんなのもいいかなと。そうですね。ね。ねうん、で、一人で座るの恥ずかしいから、マギちゃん一緒に出ようよ、やろうよ、つってね。まあ、無理やり、急遽。そう、ちょっと脅されたもんで出ざるを得ないですよ。脅してないし。脅してない。急遽ね、マギちゃんにね。そうですね。お願いしますと。よろしくお願いします。ね、今日ちょっと尖ってますけどね、今週も。大丈夫ですよ。大丈夫？大丈夫ですよ。もう、柔らかいですよ、私は。はい、はい、ということでね、はいはい、今週末12日の日はね、うんはい、台風19号がね、そうですね、大変でした。焼津っていうか静岡県にね、うん、上陸して、うん、全国的にもね、被害がすごく多かったってことでね、はい、被災された方はね、うん、本当に謹んでお見舞い申し上げます。お見舞い申し上げます。はい、焼津もね、結構、うん、水がすごかったですね。冠水したりとか、この辺も結構すごかったよね。ギリギリセーフ。ね、ちょうどね、満潮と重なったっていうのもあったからね。そう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 。怖かったですよ。これのね、桜組の先輩のうちは床下浸水。あ、本当に？和田の方、田尻の方なんだけどね、あっちも結構水が出たみたいなね。うん、俺だってここ心配になったからすぐあれだもん。そう、いの一番に心配してくれましたね。焼津TV は大丈夫かと。どうなんつったら。うん、青木さんが、うん、大丈夫みたいっつって、ね、そうそうそう、もう全然たじき本願でね、うん、人になんかどうその前の写真とか見たら、そこの川の家内で、そこの地下道のとこなんて満水でしょ。あ、そうそう、あそこの、そう、西町の地下道はもう埋まっちゃってましたね、水で。毎回そうらしいですね。でも、ね、最近の台風って何どうなるか分かんないからね、うん、これね。そうですね。でまたなんか低気圧が、え、また来るの？そうそう、沖縄の向こうの方にね、うん、またできたみたいだからね。本当ですか？まあ、台風になるかどうかは分からないけど、うんうんうん、ね、皆さん、はい、十分気をつけて、ね、そうですね、気をつけてもらえればと思います。ということでね、はい、ね、12日その中でうちの中へね、引きこもってね、うん、台風でお待ちしてたんですよ。あ、私もそうでした、うん、そうそうそう、はい、で、うん、12日は本当は、島田、そうです、島田大祭ね、3年に一度の島田大祭の日だったんだよね。12、13、14と、うんうん、でもうその日は島田のお友達からもね、連絡もらったりしたんだけど、12日はもう完全になしと、うん、いうことになりました。ということでね、13、14の2日間、はい、島田大祭ね、開催されたんですけど、はい、13日と14日、はいはい、両方ちょこっと顔出してきました。うん、やっぱ3年に一度からね、うん、やっぱ見ときたいなと思って ね、 そうですね。でだけどね、ちょっと忙しくてね、中途半端な時間でね、午後3時とか4時くらいに島田入ったんだよね、うん、ああ、そうするとちょっ と、 ね、行列とかももう終わり頃とかね、そうなもんだから、3年前は一通り行列とか、うんうん、屋台とか、うん、そういったものをね、全部見たんだけど、雨降って、はい、雨降ってきますっていうのを速報雨降ってなんかメール来てますよ、ね、はい、見たんだけど、今回は時間もなかったもんだから、うん、屋台をね中心に見てきたの。で、屋台中心にしても、島田の屋台って、うん、屋台の上で日本舞踊を踊る、ね、上踊りっていうのがね、すごいですよね、お囃子方が入ったりしてね、でそれも見れなかったの。あ、そうなんですか。時間的にね、だから地元の人たちがお囃子やりながら、屋台をこう、うん、なんていうの、引き違いみたいなのするところとかね、そうお囃子とかをね聞いてきたんですけど、やっぱりね、いいね、ああいう屋台のお祭りっていうのはね、
やっぱり焼津と違ってちょっと優雅な感じがやっぱしますよね。そうそうそうああいうのがあるとね。そう、うん、藤枝と島田はね東海道でつながってるから、うん、やっぱそういう流れで同じような感じのお祭りが残ったんだろうね。で焼津ちょっと外れてるから、うんね、やっぱりここだけはちょっとね、うん、色が違う、まあ、おみこしのね、うんうん、まあ前にも言ったけど60年前にはそういった屋台があったんだけどね、うん、それが残らずにみこしのメインのお祭りになってったっていうね感じで、やっぱ俺的にはねないものねだりかもしれないけど、うん、ああいったあの屋台のお祭りね、うんうん、やっぱいいなと思って、ねうん、だんだん年取ってくると体も動かなくなるからそんなことないですよ大丈夫ですよ。ああいうね、何和やかな老若にゃんにょがね、老若にゃんにょがこうみんなで楽しめるお祭りっていうのがね、はいはいはい、いいなと思って、そうですね、で今度来月になると富士宮の宣言さんがね、はいはいはい、11月の 3,4,5 かな、はいうん、あるんで、それもちょっとね、うん、あの参加はしないけど、うん、去年インタビューされてたじゃないですか。そう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 、すごい柄の悪い人がニュース出てきてね、びっくりしてよく見たらひろみつさんだったって、うん、よく見たそれはそれはいつも、それはいつも通りこの髪型が分かんないです。この髪型レアだからみんな、そうです、ね、あのテレビの向こうの皆さんもね、あのあんま見れないからよく見といてもらった方がいいかもしれない。今日はあれです、永久保存版ですからね本当にお願いします。そう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 、ひろみつファンはね、外出る時は めったにこんな頭では出ないからね。え、仕事の時はどうなの、うん、仕事の時はだからタオルかぶってるから。ああ、そっかそっか。これ公明党もほら職人さんだからね。そうそうそう、品がよく見えるけど職人さんだから、いやじゃあ職人さんが品が悪いってわけじゃないよ。そうですよ、そうですよ、危ない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 。そうそうそう、そんな感じで仕事してるから、うん、はいはい、そう、仕事以外のねプライベートで出かけるとか、はい、ほらお姉ちゃんとデートするとか、そういう時はね、リーゼント、何みんなうんうんって普通にうなずいちゃって、そんなことないでしょとか言ってくんなきゃダメでしょ。いや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 、いい順ね、そこはね、貫いていただいてね。そうなの、いいですよ。そう、そんな感じ。はい、そういったことで、今日のアンエットン、はいうん、はい。今日はね、改めて、その、焼津神社のお話を、はい、しようかなと思って。焼津神社のどんなお話、うん、あのね、焼津神社ほら皆さんお参り来て拝殿でお参りするでしょ、うん、でそれ以外にも社がいくつかあるんだけど、はいね、多分そこまであっち行ったりこっち行ったりしてお参りをして、うん、どこに何があるかっていうのはそんなに詳しく確かに、うん、分からないんじゃないかなと思うから、うんうんうん、まあ来年のお祭りまでにね、うん、そのお話をしとけば、はい、あここにこういうのがあったねみたいな感じでね、うん、またお参りする場所も増えるんじゃないかなと、なるほど、ね、思いますので、今日はちょっとね、想像をしながら、あ、うん、ちょっと散策気分で、うん、お話を聞いてもらえたらいいかなって思います。はい、お願いします。はい、ね、焼津神社にはね、はい、2カ所鳥居があるんですよ。これちょっと写真がちっちゃいな。これね、南側の鳥居、これはね、銅板が吹いてあるちょっと大きめの鳥居になるんだけどね、うんうんうん、これが南側の鳥居になります。南側の方の鳥居ですね、はいはい、でもう一つあるのが北の鳥居って言って、この北の鳥居は、うん、石造り、あ、はいはいはい、はい、石造りで、うん、南の鳥居に比べるとちょっと小さいんだけど、でも大きいと思いますよ、うん、あの、うん、この北の鳥居が一応 正面ですか、正式な鳥居っていうのかな、こちらが、うん、結局お祭りの時にみこしが出たり入ったりするのもここ、そうか、こっち側からですもんね。そう、この北の鳥居からみこしが出て北の鳥居を通って境内へ帰ってくるっていうね、はい、それが北の鳥居、この2つの鳥居があるんだけどね、うん、で、まず南の鳥居から入った体でお話を、はい、うん、させてもらいますね、はい、南の鳥居をくぐって参道を歩きますと正面に拝殿が見えます。見えますね、うん、正面にね拝殿が見える。でね、この南鳥居の参道っていうのは桜が数十本植えてあって、うん、4月の桜の時期になるともう桜がこういうふうに覆いかぶさって、うん、ちょっとトンネル的な、そうですね、うん、形になってすごく綺麗、うん、今年焼津 TV でもね、ちょっと撮影には行ってたね、行ってた、ね、そう流したんですけどね、うん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 、もう散りかけちゃったんですけどもう、ま、満開の時はもうものすごい綺麗、素晴らしいですよ、ね、うん、だからその隣にねちょっとちっちゃい公園があるんだけど、はいはい、その公園の方にもう何本か桜の木が入ってて、はいはい、だからそれが全部こう満開になるとね、すごいの、綺麗だなと思って毎年ね、うん、手前味噌で自分のとこの神社を、まあ、みたいな感じだけど、いいですよ、いいですよ、すごく綺麗な感じでね、はい、そうですね、うん、でそこの参道をずっと通って、拝殿の方へ向かって歩いていくんだけど、はい、ね、その参道の真ん中あたりまで行って、うん、はい、左側を振ってみると一つのね
社があるんです。一つ社がある。で、その社は何かっていうと、教根師っていう名前の看板のついた社になってるんですね。教根師っていうのはあの里、ふるさとの郷、郷っていうの、郷、はいはい、それの魂の、司会者の師、司るというね、うんうん、それで教根師という社なんだけど、そこは何が祀られてるかっていうと、まあ、祀られてると神様的なものではなくて、その昔ね、うん、あの大東亜戦争とかあの 戦時中に焼津の地の例えば漁業の加工、かつお節の仕事とか、うん、そういったのがだいぶその戦争の影響を受けてあの危うい状態になってきた、うんうんうんね、その時にその焼津の大昔の焼津の先輩たちはあの行動教団焼津船団というそういう団体を作って、フィリピンとかボルネオの方に海を渡って、うんうん、そこでそういう仕事を復活させようってことで出てくるんですね、うんうん、ところがやっぱり戦火がどん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 ひどくなっていって、うん、そこで戦争に呼ばれて、うん、あの徴兵されたりとかいうことで、うん、まあ、その人たちも志半ばで、うん、まあ、とできずに終わっちゃうんだけど、うん、まあ、そういった人たちの御霊っていうかね、うん、をそこの教根師っていうところでお祭りをしてやる、そういった社が、まあ、焼津の、まあ、歴史的なね、うん、ものがそこに八重神社入ってすぐのところにね、そういう社が、いや知らなかったです。知らなかったでしょ。で、そこからまあ歩を進めますと、はい、2つの大きな石道路がボンと、うん、ボンと、まあ、石道路はねよく神社とかにね、うん、あるからね、そういった形の道路があって、はい、それを通り越して歩いていくと拝殿の手前、それも、左手に左手に、はい、1つ大きなお社があります、はい、それはわかります。わかるね、はい、うん、それはで今、御霊神社っていう看板がついて、はい、大きな、しめ縄もついてね、うん、いるんですけど、そこにはやっぱりあの焼津出身の人たちで大東亜戦争とかロシア戦争とかで、うん、あの命を落とした、うん、御霊というか英霊のね、うん、人たちが2600中くらいかな、うん、うん、そこにお祭りがしてある。でその御霊神社のお社っていうのは、うん、昭和18年に今の社が拝殿ね、うん、ができるまでは、はいはい、それが八重神社の正式な拝殿。あ、そうなんですね。そうそう、その建物をこっちへ移して、はいはい、御霊神社として今建ってるんだけどね、うんうんうん、そうだからそういったいわれ、まあ、八重津に、言われのある、ね、うん、あのお社なんで、うん、まあ、参拝行った時は、まあ、拝殿お参りすると同時にね、うん、そういったところにも、まあ、お参りをね、うん、していただけたらいいな。なるほど、あ、そこ行く手前にね、うん、手水車があるからね、ちゃんと ありますね、あの清めるところがありますね、うん、手を洗ってもらって、そうですね、そうそう、あ、でね、鳥居をくぐる時の、常識というか常識礼儀というか作法とかって知ってる？なんとなくしかわかんないけど、あのこれはどこの神社もそうなんだけれど、うん、まあ、鳥居の前で一礼をするよね、うん、しますね、一礼をする。で普通にこうトコトコトコって歩いて真ん中を通って神社の中に入ってくる人って結構みんないると思うんだけど、真ん中はダメって言うんですよね、うん、あのね、真ん中は神様の通り道なもんだから、うん、右か左へちょっとずらして、あ、右じゃなきゃダメとか左じゃなきゃダメっていうのはないですね、真ん中じゃなければちょっと端をね、うん、歩いて入った方がいいよって、ね、言うんですけどね、うん、まあ、あの今度どっかお参りするときはちょっと実践してもらえたらいいかな、そうですね、ね、思います。はいはい、それで、まあ、御霊神社を通り過ぎると、まあ、正面に拝殿が、ね、ありますね、はい、まあ、そこは二礼二拍手いっぱいの作法でお参りをしてもらって、でそのお参りをしてふってまた左を見るとね、拝殿に向かって左を見ると、うん、焼津天満宮と書かれた石碑が立って、そこにあの社があって、うん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 、牛石でできた牛のね、はい、がこうドーンと鎮座されてるんですよ ね、そこは八重津天満宮、菅原の道真公をねお参りしてね、そこはだから受験のシーズンになると結構ね、皆さんね、学生の皆さんとかがねお参りに来たりとかねしてますけど、9月のね25日かなにそこの例祭がこの間先月9月にあって、あ、はい、そうなんですね、うん、その時はね、あの社の扉を開けて、うん、でお参りできるようになって、そうそう、焼津天満宮って提灯もパーって並んでね、そう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 、その時期に行くとそういうふうに、うん、だから、今言っただけでも神社入ってきて教根師があって、うん、御霊神社があって、それから天満宮でお社、お社、ね、4つ今言いました、うん、はい、でその正面の拝殿
正面に見て、うん、ちょっと左側に奥にすってあの拝殿の奥にすって入ってもらうと、うん、そこに御神木があります。いや、神社の。ありますね、木が。そうそうそう、あのね、御神木がねちょっと奥に入ってるもんだから、みんなどこにあるのか分かんないってよく言われるんだけど、うん、ちゃんと八重神社にも御神木あります。八重神社の御神木はクスノキ、うん、樹齢がだいたい400年くらいかな。あー、そうなんですね。そうそうそう。でね、もう幹、あの下の幹の下の方は、うん、ちょっともう空洞になっちゃってるんだけど、それでもまだ生きてるね、うんうん、結構大きくなって。で今回あの今ね、あの八重神社ほら新しく社務所と三周殿を新築工事してるんだけど、ね、はい、あのそれに伴ってあの辺の木を伐採するときに、うん、まあ、その御神木もねだいぶもう危ないと、うん、もう枝が大きく伸びてるんだけど中が空洞になってるから大きい、うん、それこそこの間みたいな台風が来ちゃったら、うん、もしかしたら枝が落ちちゃうかもしれない、うん、その枝がかかってるのが御神殿の屋根にこうかかってて、それ落ちてきたらもうね、だってあの松とかクスノキとかって大事にある木のね、うん、こう見上げて枝がバーって出てる枝があるでしょ、うん、そういう枝って大体何キロくらいあるか分かる？想像つかない。結構重たい。去年の台風で八重神社の松の木の枝が折れてぶら下がってるって、それで、うん、それ切って下ろしたんだけど、うんうん、その枝が600キロあったからね。そんなに？そう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 。だからあの神社の木って大きいじゃない、うん、確かに。みんなね、そうそう、だからそんなのが落ちてきたらね、一撃ね、ね、危ないってことで。ひろみつさんもダメですね。いや、俺もトムとジェリーみたいにこうヒラヒラってなっちゃう。ね、困っちゃいますね。そうそう、だからね、それ綺麗にした、その時に綺麗にしたもんだから、うんうん、今もうすっきりした御神木になってるけどね、うん、お参り行った時にちょっと足を進めてみてもらって、ね、見て、うん、ね、手を合わせてもらったらいいかなと思います、はい、パワーは感じるよやっぱりね、うん、そうですね、歴史400年の歴史、うん、で400年の歴史の御神木もそうだけど、拝殿じゃなくて境内の真ん中に一本でっかい松の木がドーンって立ってるんですよ、うん、はい、八重神社って、はい、その松の木は樹齢600年ぐらいだからね。そっちが御神木みたいなね話になってるけどでもね、そうじゃないのよ、そうじゃないのよ。でね、樹齢600年、それで、うん、神様が祀られてる御神殿っていうのが造営されて400年って言われてるから、はい、だからそれができる前からその松の木はそこにいるのよ。すごいですね。すごい。だからね、なんとなくね、こうパワーを感じる。今度行ったら触ってみ。うん。パワー来るよ。パワー来る来る。あの、ちなみに八重洲神社って、うん、大和岳の御事が八重洲で、あの、悪者を倒して、あの、勝ったところじゃん。はい。ね。はい。ね。悪者。悪者ってこと。じゃあ俺悪者じゃないでしょ。言ってないですよ、そこまでは。ちょっと思ったけど。ね、はい。なもんだから、勝負のご利益もあるんです。だから、己に勝つってわかる？十書いて、口書いて、にょにょって書く、勝つ。ね？克服の克？はい。勝ち守りってなる。へぇー。八重神社行くと。今度行ったらちょっとね、探してみてください。うん。それとお守りも、あの、授与されてますんでね。それも知らなかった。そうでしょ？何も知らない、ね。八重神社のこと聞いて聞いて。そうそう。で、ね、その御神木を見て、うん、今度はその、八重洲天満宮の裏側に入ると、はい、その八重洲天満宮の裏には、八重洲梅園つって、梅園ができてます。え？裏？裏。八重洲天満宮の社の裏がちょっと広くなってて、そこは、そう、梅園なのよ。何も知らない私。梅園。そうなの？だから2月3月梅の花が咲く頃行くと、すごく綺麗だよ。うん。だから2月3月、梅を見て、梅の実を取ってた。そうこの間、そう、それもそうだけどね、梅の花が咲いてすごい綺麗、うん、紅白とか桃ピンクとかね、うん、いろんな梅の花が咲いてて、本当あの満開の時行くとすごい綺麗で、それが終わると今度もう桜じゃんね。だから八重洲神社は四季折々見てね、うん、るのもいいかもしれない。いいですね、ね、うん、そんな楽しみ方があった。そうで、そこの、うん、あの今その梅園の方に、新しい社務所の新築に伴って、うん、あの社務所じゃなくてそこの拝殿の横にあった、いろんな、社があるんだけどね、うんうん、七社神社、それから、一木島姫の御事社、それから稲荷社つってあったんだけど、はい、今その梅園の方へ全部移動して、そこに全部鎮座してきれいになってます。ただね、あの一木島姫の御事社っていうのはものすごい八重神社で一番古い社社なんだけど、それだけはちょっとね、あの新しくできた社務所の近くに置くのかな。なので今ちょっと仮置きしてあるんだけどね。あ、
そうそうそう。ですね、またあのね近く行くとね竜の彫り物とかすごい綺麗に彫り物がついた社なんだけどね。それ市木島姫の御事。市木島姫の御事は土佐能の御事の娘さんかな、うん、になるんだけど、これ一説によると山本武の御事が焼津の地へ来た時にこの市木島姫の御事をお祭りをしたって言われて、だから山本武の御事ずっと昔、俺も生まれるとか潜在しない頃の話だけど、前は焼津神社は大和家じゃなくてこの一木島姫の御事だったのかもしれないって話も聞いたことあるけどね。でそれくらい古いね。で社自体は明治時代のもの、うん、明治時代のもので、そした彫り物がしっかりした社ができてるんでね、そこの梅園の方に今置いてありますんで、ぜひねお参りしてもらって、七社神社とそれから稲荷社、それも梅園の中にあります。で七社神社というのは何が祀、ってあるかというと、まあ、浅間神社、天王神社から八幡神社、それから音立花の姫の社、うん、それから、かまど神社、それから春日神社、ね、それだけのものが一つの、なんていうの、土台が一つで、そこに全部こう一緒にねお祭りをしてある。あともう一つが御社神社っていうのがある。御社神社。御社神社っていうのは昔焼津に森が点々としてて、うん、そこに森の中に神様をお祭りしてあったのね。でそれを全部八神社の方へ持ってきて、うん、お祭りしてあるのが御社神社だから5つの、神様が1つの、ところにね、うん、あるんだけど、それは、天神、それから天白、富士宮、それから、王子社、それだと4つになっちゃうよね。もう1個はね市神社っつって、市神社、そう、焼津市、焼津市とかの市、うんうん、それの神様 の、うん、それを入れて5つにして御社神社にして、うん、それも今移動をするもんだから、うんうん、今工事してるこう壁、うん、壁のね、うん、すぐ横の方にちょっとひっそり今置いてあるけどねそう、うん、そうだから全部きれいにできちゃったらそれ移動してちょっときれいにするんじゃないかなって、はい、うん、でそれ以外、まあ、社以外だと大和武尊の御事の石像とかね、もうありますね。そうそうそう、うん、でなんだあそこだあれだ、御霊神社の横に、うん、ね、神武天皇像っていうのもあるんだよ。え、知らない。大和武尊の一石像ともう一つ神武天皇の石像がある。ありましたっけ。そうそうそう、ね、神武通りにもともとあったみたい。へえ。それは八重神社の方へね、あ、もう持ってきて、そう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 。で、そこもね、工事に伴って全部きれいに言いましてね、うんうん、すごくきれいになってるから今度行ったらちょっと見てください。で、大和武尊の石像の前にはさざれ石、国家ね、さっき国家歌ってらっしゃいましたけど、さざれ石野のさざれ石が大和武の御事の石像の前にドンとありますんでね。なんか石あった、うん、あれさざれ石なんだ。コンクリートの塊みたいに見えるけど、うんうん、あれはさざれ石、ね、分かりました。そう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 、ただ石が置いてあるそう、そういったものもねあるから、こう見ながら参拝をしてもらって、北のね鳥居の方から、もう時間も迫ってるけど、北の鳥居の方から入ると、うんうん、北の鳥居から参道をずっと拝殿の方向かって歩いていくと、うん、右手にね大きい石碑が3つ並んでる。ありますあります。その石碑は何かというと、焼津市の漁業の発展に尽力をした方3名いるんですけどね、うん、その人たちの功績を称えて、うん、その3つの石碑が置いてあるんです。まあ、いわゆる水産王、大きなね、水産の大きな、水産王の日っつってね、うん、3つの石碑がありますんでね、そういったところもね、うん、見てもらえたらいいかなと。それからずっと入っていくと、うん、古い石道路があるの。古い石道路があって、うん、それはもうなんか聞いたことのないような年号、元号が書いてあって、うん、でそこには入江大明神っていう、入江大明神、そう、字が彫ってある、うん、ね、入江大明神っていうのは八重神社の昔の呼び方。へー、そう入江ってなんか、入江ってのはほら港のあるところ、入江、ね、そこの大明神ってことで、入江大明神って。でだから昔の、ね、70-80くらいのおじいちゃんおばあちゃんに言うと、入江さんですよね。入江大明神の入江がちょっと名乗って、入江さん、ね、うん、そういう風に言う人もいる、いまだにね。だからそういったのもね、ちょこっと見てもらうと、うん、結構ね、見どころ満載だから、そうですね、面白いですね、うん、でちなみに今作ってる社務所三州殿は、予定で行くと来年の7月には完成します、はい、お祭りに間に合っちゃうんですね。間に合います。あと今ある、この間ライブやった
月平年とか、はいはい、今ある社務所っていうのは、うん、もうちょっと潰しちゃって、うん、そこが広い駐車場になるのかな、なんかそれ、うん、だからね、全然こう見た感じが変わっちゃいますね、変わっちゃいます、うん、変わっちゃいますけど、今言ったような見どころっていうのはあるし、うんうん、やっぱり四季折々のあの見るお花も綺麗だし ね、うん、そうですね、とかもあるんでね、はい、ぜひ八重洲へお越しの際は、はい、あの八重洲神社の方へ、はい、はい、あのご参拝いただけたらいいかな、そうですね、必要なら、はい、あのガイドをお問い合わせくださいと思います。こちら弾んでください料金はそうそうそう、はい、そういうことでね、うん、八重洲神社を皆さん散策した気分になられましたでしょうか。ねえ、ね、なったと思います。私はなりましたよそうそう、八重洲の人だと大体想像つくけどね、うん、うん、今度またねちょっとバージョンアップしながらね、この写真とか用意してね、うん、そうですね、うん、でまたちょっとお話、うん、今日はねちょっとね いろいろバタバタしたもんですから、まあ、こういう感じなんで、ね、こういう状態なんでね、今日はね、もうよくこう話がまとまったなと、ね、本当ですよ、さすがですね、すごいなと、ね、自画自賛、そうですね、一応褒めといた方がいい、でもねマギちゃんがいてくれたからね、ありがとうございます、そうそうそう、落ち着いて話ができて、もう一人だったらバタバタでね話できなかったかなみたいな感じでしたね、はい、ということでお時間になりましたんで、ね、一応マギちゃんをこう用意するのを忘れないというね心遣い、はい、そういったことでしたね、自画自賛はい、それじゃあ今日もね、はい、締めますよ、ああそうだよ、締めるよ、締めないと、締めるよ、しがちはそうじゃない、皆さん大きい声で、いつものようにアンエットを叫んで終わるというね番組になっております、そうです、え、私がアンエットンじゃなくてなんて言うんだっけ、お祭り気分でやりますんで、本当にひろみちさん、ね、実は僕ひろみちじゃありませんとか言わないですよね、大丈夫です、大丈夫です、こんだけ話できたら俺でしょう、そうですね、そうそうそう、びっくりした、じゃあいきますよ、お祭り気分でアンエットン、ありがとうございました、来週はリーゼントできます、はい、お願いします、はい、はい、次の番組はチャミのトークパラダイス、よろしくお願いします、ありがとうございました。